皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、クリシエラインっていう、ちょっとあんまり聞かないかもしれませんね。まあどういうものか早速説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは参りましょう。クリシエラインですね。これはですね、あるコードの一つの音を動かしてってコードに変化をつける。使われるのはイントロとかもありますし、曲の中でも結構使われてますが、何気に聞いてると何気に過ぎていってしまいますので、よく注意していただくと、ああ言われるとね、これかっていうのは分かるんですけども、まあ慣れないと分かりませんよね、そのことね。マイナーのコード、それからメジャーのコード両方にありますが、まず分かりやすくマイナーの方ですね。 D マイナー皆さんご存知だと思いますが、 D マイナーの下から2つ目ここの音をですね、徐々に向こうに半音ずつ動かしていきます。これ動きましたね、ここから。でこれ外して、今度人差し指で、人差し指ここだけなので、今ここからここ行って、今度ここ行くので人差し指を上げて2本押さえてこうやる。これ Dm7 ですね。今真ん中の音がダーダーダーと動きました。で最後は人差し指を下ろして2弦がここの開放弦の音になります。こんなんはよくありますよね、ラテン系だと多いですかね、こういうの。コードは Dm、Dm メジャー7っていう珍しいコードですね。Dm7、Dm の6、6ですね。こうやって1個の音をずらしていって、同じ Dm の仲間なんですが、Dm ばっかり弾いててもなーっていう時にこう。上がっててもいいですね、半音ずつ。なので変化を持たせるために使うときは多いです。これがマイナー系ですね。もちろんいろいろありますけどね、他にも。それからよくあるのは C ですね、C、 C の場合は今度下から3つ目3弦の音をずらしていきます。これ C オーギュメント。それからちょっとこれ指変えないといけないですね。これ今ここにあるので、ここにするんですけど、このままだと多分弾けないので、Am の形で超える C の6ですね、 C6 で最後は C7 で3弦が、と動いていくわけですね。これ上昇の、まあ、下降でもいいですね、これも。なので C ばっかりだとっていう時にちょっとこうやって変化をつける。まあばっかりだから変化をつけるっていうんじゃなくて、この流れがちょっとかっこいいからとか曲に合ってるからっていう理由でつけるのも当然あります。これがクリシエラインと言います。ずっと同じことを続くなっていう時は、例えば最後までいかなくてもいいですよね。3つだけ使って、さっきの Dm、Dm、メジャー7、Dm7 で G7 行くとかでもいいし、これは別に自由なので2つだけやるとか、まあ、なくはないですね。まあいろいろ工夫をして曲作りっていうか、まあ、されてる、皆さんされてみるんですね。こんな感じで、これがクリシエラインと言います。クリシエラインですね。音楽理論とかを調べるとですね、出てきますので、でその中でパターンがまたいろいろありましてですね、なので曲を聴いていただいてコードの譜面があればちょっとですね、あここがクリシエラインかって、なんか Dm でどうのこうのって4つくらい重なってると、あこれがクリシエラインかっていうのが分かりますけどね、まあ、そんな感じですね。とこれは覚えておいていただくと、またご自身で作曲とかね、曲を作られるときにちょっとためになるのではないかなと思います。まあ、曲を弾く上でもちょっと参考にはなります。覚えやすいので、一つのコードが動いていけばいいので、まあ、まるっとコードを暗記するってのもいいんですけど、つながりが分かってくるとすごい覚えやすくなりますので、ぜひ覚えていておいていただくといいと思います。今回はここまでですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録高評価またよろしくお願いいたします。それでは次回の動画まで、さよなら。ありがとうございました。